こんにちは。今日はこちらですね。セリアで購入してきた写真立てのフレームです。メタリック調フレーム L 版、こちらを使っていきます。で、これはこちらをね使って、以前ピンコイさんのライブでシェイカーのシェイカー付きコラージュみたいなものをね作ったんですけど、今回はこれを使ってボックスを作っていきます。はい、今回はこちらでボックスを作っていくのですが、まずセリアさんで売っているこちらのフレームのですね、写真フレーム、これがね結構おすすめかなと思います。他のもので代用しても大丈夫です。そしていつもね使っているこちらダイソーさんの A4 の段ボールシート、こちらはね A4 でも B4 でも大丈夫です。はい、あとは蝶つがいですね。こちらはね、アリエクで購入しました。セリアさんとかでも売っているんですが、セリアさんの蝶つがいはちょっとね、硬いので良くないかなって思っています。個人的にはアリエクだったり、あとはティムでしたっけ？そこでね、購入したりとか、あとアマゾンでもね、売っていたので、アマゾンで蝶つがいとかで検索していただけたらね、出てくると思います。はい、ではね、こちらを使ってやっていきます。はい、まずはですね、このフレームのサイズに合わせて段ボールをカットします。はい、今回は段ボールをカットしてあります。なのでこちらですね、 16cm×12cm の段ボールが1枚と、そのね幅に合わせたもの、今回の深さは 5cm にしました。これを元に今度はズボラボックスの作り方でボックスにしていきます。ズボラボックスの作り方は前回動画にしているので、そちらをご参考にしてください。それではね、ズボラボックスのやり方でボックスを作りました。今回はこういう感じのデザインの箱にしました。ゴールドの縁に合うかなっていう雰囲気で作りました。では次にこちらですね、セリアさんのフレーム、これを開けていきます。付属でこの棒は入っているんですが、これは使わないので捨てちゃって大丈夫です。したらですね、次にドライバーでこのネジを外していきます。で、これもすべて外して捨てちゃって大丈夫です。これは使いません。処分しちゃいます。で、外れたらフレームだけになりますね。で、全てを外して、一応ねこのねネジの入ってた部分が少し盛り上がっているので、ここは少しちょっと押さえて慣らしておくといいかなって思います。はい、少し慣らしたらこの内側ですね、ここに溝があるのですけど、この溝の部分に両面テープを貼っておきます。だいたいね5ミリぐらいの幅がちょうどいいかなと思います。で、こんな感じでしっかりと両面テープを貼っておきます。ただね、もともと2枚のプライ板が入っています。なのでこれを剥がして使っていくんですけど、粘着みたいなのが、ね、先についているので、これをなるべくちょっときれいに取ってください。の取ったね、ねちゃねちゃ、これでこうやってやると、まあ、ある程度は取れるかなって思うので、こんな感じで、ね、取っていきます。こんな感じで取れたら、次に両面テープを剥がします。剥がしてこの上にこうはめていきますね。で、しっかりと傷がつかないように押さえてください。まずね、底の部分がくっつきました。そしたら次に表ですね、ここにも同じように両面テープを貼っていきます。
ではこういう風に両面テープが跳ねたら、ここに封入したいものをまず先に入れておきます。はい、では中に入れていこうと思います。で、これペットテープ、これをちょっと中にね入れておこうかなって思って、外じゃなくて中に貼っていこうと思います。中に貼りました。ではこの中にスパンコールを入れていきます。ちょっと白多めがいいかな。白は多めにして、この雪じゃないな、星も入れて、で気持ちピンク入れていこうと思います。こんな感じかな。これぐらいでどうだろう。入れすぎても良くないしっていう感じで、少なすぎても入れすぎてもちょうどいいぐらいの感じで入れてきます。たらこの上からもう一枚貼っていきます。あ、静電気が発生してる。はい、合わせてしっかりと貼っていきます。はい、これでね、もうシェイカーの蓋の部分が完成です。え、可愛くないですか。可愛いなんですが、ここのね、この部分ですね、ちょっと気になるので、ここにはコラージュをするなりリボンを貼ったりと、ちょっとね、ここはね少し隠していきます。目立ってしまうので、まあ、レースだったりリボンだったりと好みで隠していってください。私はちょっと今回は、ね、リボン使っていこうと思います。こんな感じに周りにリボンを貼りました。そしたら次に蝶つがいです。蝶つがいに両面テープを貼っていきます。これだったら、ね、両面テープでやって大丈夫です。こんな感じで全面的になるべく貼れるように両面テープを、ね、貼っていきます。で次に蝶つがいをまずこの蓋の部分につけていきます。つける位置はなんとなくでも大丈夫なんですけど、なんとなく揃えてつけていきます。なんとなく 1.5 センチぐらい開けた場所でつけました。このね感覚は使う蝶つがいによってもね変わると思うので、これはなんとなくね、この辺だったらいい感じかなっていう位置を見つけて貼ってくだ見て貼ってください。まず蓋に貼れました。なるほどですね。そしたらもうあとは前回ね作ってるようなのと一緒なので、こちらの箱の方にもつけて貼るだけです。これでもうね蓋付きのドッキスになります。なんですが、こうした時にまあもしね縁とかにレース貼りたいなとかがあれば先に貼ってもいいと思うし、その辺はお好みでやってみてください。ただちょっと私もここ気にな内側ねここ気になったので、ここにどうしようかな、レース貼ろうかな。ちょっとねリボン貼ってきます。ちょっとこの丸見えは嫌なので、リボンで少し隠していくっていうイメージでやっていこうかなって思います。ここもねお好みでペーパーにしてもいいと思いますし、何でもねいいと思うんですけど、ちょっとねまあそんな気にならないよっていう感じだったら隠さなくてもいいかなとも思います。こちらも表とね同様にリボンを貼っていきます。はい、ではねこんな感じでリボンで隠してみました。意外とリボンで隠すとそんなに気にならないなっていう、ちょっとここボコってなっちゃってるんですけど、それ以外はね特に気にならないです。ではこれを貼っていきます。
ね、フレームのサイズを大きくすれば大きい箱も作れます。確かね、セリアさんにね、もうちょっとね、大きいの売ってたんですよ。なのであるとは思うんですけど、開いて押していきます。あー、いい感じじゃないですか。これやばい。これはとってもね、簡単に、しかもフレームなので、もう元々ね、こうしっかりとしているんですよ。で、綺麗なんで、見た目もね、すごく綺麗で、これはね、とてもいいんじゃないかなって思います。簡単にシェイカーボックスが作れます。中がね、シェイカーにしなくても中が透明の箱っていう感じもね、作れますし、ではね、シェイカーにしなくてもいいかなとは思います。ではでは、ちょっと仕上げにここにコラージュしていこうと思います。はい、完成しました。今回はあえてあまりコラージュをせずにシンプルにまとめてみました。ここにね、つけていたリボンはに移しました。そして周りにはレースをつけて、先ほどとね、同じ、ここと同じね、ゴールドのリボンを巻いています。わ、これね、ほんとね簡単に作れて、しかも可愛いので、ぜひぜひおすすめです。よかったらね、作ってみてほしいです。で、このフレームなんですけど、多分ね、どんなフレームでもね、大丈夫だと思います。で、そのフレームに合わせて下の箱を作っていただけたら、こんな感じで、ね、作れるので、同じフレームがなくても他のフレームでも全然大丈夫だと思います。ただね、このセリアさんの今出てるゴールドとシルバーのやつがすごくね、キラキラしてるし、いいなって思ったので、これはね、使ってみました。中も見えて、でもね、可愛いシェイカーボックスになったのではないかなと思います。わざわざね、プラ板とかをカットしたりする手間もないので、とってもね、グッドです。ではね、本日のボックス作りはこちらで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。